こんにちは、あゆみです。 I have が届きました。今回もオーダーしてから1週間もかからないぐらいですごい早く届いたんで、もう本当やっぱり I have サービス最高ですよね。では今日も私が買ったものを紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目がこちらのシンプリオーガニックのスパイスです。で、実は私このスパイスを全部いつかシンプリオーガニックで揃えたいなってずっと思っていて、で今回 iHerb で 25% オフだったんですよ。だからいつもよりすっごい安く買えたのでまとめ買いをしました。でこのバジルとオレガノは普通にイタリアンとかに使うときに使いたいなと思ってて、あとまあ残りのものは普通の料理と、あと自分でねタコシーズニング、タコスパイスですかを作りたいなと思ってて、こんな感じで今回大量買いしました。すごいね、念願だったのでこうやって揃うとめっちゃ嬉しいです。はい、では続いてのアイテムです。次がこちらのですねコージーベリーです。こちらはですね、いつも私が買ってるナビタスっていうオーガニックのブランドのもので、こちらのコージーベリーはオートミールのトッピングに使ったりとか、あとグラノーラバーとかそういうのに入れたいなと思ってます。このブランドでカカオパウダーとかカカオニブとかは買ったことあるんですけど、ゴージベリーを買うのは今回が初めてです。で次です。次がですねこちらのアーモンドバターです。でこちらのアーモンドバターも今回 25% オフだったので買ってみました。今回このアーモンドバターを買った時にお砂糖とお塩が入っていないものを買いました。なので基本的にはもう 100% アーモンドから作られてて、少しだけパームフルーツオイルが入ってるのかな、の本当に自然な食材からできたアーモンドバターです。で普段私ピーナッツバターは自分で作るんですけど、アーモンドバターって結構作るの大変なんですよ。なかなかこうね綺麗なペースト状にならないんで、まあ、アーモンドバターはこんな感じで買うことが多いです。こちらのブランドも今回初めて買ってみました。で続いてです。次がこちらのオーガニックコーヒーです。こちらも iHerb で 25% オフで安かったので買ってみました。こちらはヘーゼルナッツのフレーバーです。まあ、コーヒー好きで毎朝飲んでるんですけども、ヘーゼルナッツとかのフレーバーになるのね、こうたまにね飲みたいなっていう時があって、で今回こちらセールで安かったしオーガニックのものだったので買ってみました。はい、では次は同じ食材なんですけども、私のリピートアイテムを紹介したいと思います。リピートアイテムのまず一つ目が、こちらのココナッツフレークです。こちらのココナッツフレークもオートミールとか、グラノーラとか作るときにトッピングに使ってます。値段もねすごく300円台で安くて、しかもオーガニックなのですごい、これ iHerb で買うのおすすめです。量もねかなり入ってます。 200g 入ってるんで結構長持ちします。次がこちらのバージンココナッツオイルです。こちらもリピートアイテムで私が毎回よく買ってるもので、今回 25% オフだったので、ストックに買いました。なんかね今回すごい 25% オフが多かったので結構いろいろ買いだめをしてます。でこちらのねココナッツオイルもすごいおすすめなので、 iHerb でどのココナッツオイル買おうって迷ったらぜひぜひこちらおすすめです。はい、では次です。次が、こちらも私がずっとリピートして買ってるヨギティです。今回はマンゴージンジャとストレスリリーフを買いました。結構ね私こちらのヨギティーを毎晩ぐらい飲んでて、まあその時の気分によっていろんなフレーバーを飲むので、だいたいいつもお家にまあ4個から5個のフレーバーをストックしてる感じです。またねこれからちょっと気候も涼しくなってきたので、ますます、紅茶を飲む機会も増えてくるので、今回も2つ買いました。はい、ではここからはスキンケアアイテム紹介したいと思います。まず私がこちらもずっとリピートしてます、エブリデイココナッツっていうシリーズの、フェイスウォッシュ、顔を洗う洗顔料です。
で、すごい毎回ストックして買ってるんですけど、今回ちょっとなんかパッケージが新しくなって、なんかレゲエ風にちょっとなってます。はい、次です。次が、こちらの、フェイスパックです。で、こちらのフェイスパックは、これ1個100円とかですごい安かったので、ちょっとお試しで買ってみました。韓国製かなと思ったら、アメリカブランドでした。で、メイドイン台湾らしいです。で、最後の2つです。最後が、ですね、こっちからいこうかな。化粧水なんですけど、これなんかマイルドバイネイチャーって言って、アイハーブのオリジナルのブランドみたいなんですね。で、前使ってた、化粧水がアイハーブで廃盤になってしまったので、ちょっとそれと似たようなのを探していて、今回このアイハーブのオリジナルブランドを試してみることにしました。で、昨日とか使ってみたんですけど、まあ、匂いもなくて、アルコールとかも入ってなくて、本当に、なんだろうね、癖のない化粧品って言ったらおかしいけど、すごく使いやすい化粧品だと思います。355ml、こんだけたっぷり入って、すごいね、コスパがいいです。なんで、すごい、この化粧水たっぷり、惜しみなく使えるので、おすすめです。で、ちょっと冬になると多分、保湿が足りないと思うんで、この化粧水の上にアルガンオイル、これもアイハーブで買ったものなんですけど、それをね、使いたいなって思ってます。はい。では最後です。こちらもね、同じくマイルドバイネイチャーっていう、アイハーブのブランドのもので、こちらね、ハンドクリームになります。サイズもね、ちょうどいいので、持ち運びとかにも便利かなと思って、1個買ってみました。値段も200円、300円とかですごい安かったのでお手頃だと思います。はい、以上が今回私が購入したアイテムになります。リピート品もまあ多いんですけれども、今回新しいのも買ってみて、ちょっとまたいろいろ試してみたいなと思ってます。では本日もご視聴いただきありがとうございました。またヘルシーレシピ動画とかいろいろアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。